おはようございます。本日は兵庫県にあります PSA ビクトリースロット館さんにお邪魔しております。で本日に関しても、6台並びが、3箇所以上は投入されるんじゃないかなという予想のもと立ち回っていこうと思うんですけれども、本日の狙いの方なんですけれども、過去に何度かお邪魔させていただいたことがありまして、前回はスマスロコーナーっていうのが増設されたタイミングで、そのもうちょっと前に 6.5 号機コーナーっていうのが増設されていて、そういう増設された新たに作られたコーナーっていうところに並びが作られたんで、僕はまずそこを狙ったんですが、今回に関してはそういった新設されたコーナーというのはないというところで、じゃあまあどこを優先して狙っていくかなんですが、これまで過去の傾向を遡ってみると、マイジャグラーを筆頭にジャグラーシリーズですねが圧倒的に並びが作られる可能性が高いで、少し前までは本当にマイジャグラー5が鉄板級、ほぼ 100% 入ってたっていう状況だったんですが、最近ではちょっと変わってきまして、他のジャグラーシリーズにも並びが作られるようになってきた。例えばマイジャグラー5にボンとか、ファンキージャグラーにボンと1箇所作られるっていうわけではなく、またぎなんですね。例えばマイジャグラー5からファンキーのまたぎ、ファンキーからハッピーのまたぎということが、まあ、非常に多いと、まあ、ほぼほぼそれなんです。ほぼほぼまたぎっていうところで、なので、まずはジャグラーシリーズのまたぎのところを狙っていきたい。なおかつ前回ファンキージャグラー2とハッピーのまたぎやってるんですね。で結構2連続することっていうのはこれまではまだ見受けられてないんで、狙いとしてはマイジャグラー5とファンキー2のまたぎ、そしてマイジャグラー5とアイムのまたぎ、ここのどちらかを狙っていきたいというところですね。で、まあ、第2候補以下になるんですが、これがまた非常に難しくて、まあ、先ほども言いましたが、まあ、新設されたコーナーとかもないというところで、まあ、どこにでも本当にチャンスがあるという状況なんですが、まあ、あえて絞るとすると、過去にその寝台であったり増大されたところを絡めてきて並びを作るっていう傾向もあったんで、それに当てはまる、今回で言うとベルセルク無双が寝台で導入されています。でその横にヘイ、ヘイエリートサラリーマン鏡があるんで、まあ、ここのまあ、またぎになりますね。もう狙うのはまあ一つかなと。で、あとは増大されたカバネリであったり、アナザーゴッドハーデス。まあ、アナザーゴッドハーデスの場合はアイスボーンとのまたぎになるんですけど。っていうところは、まあ、まあ、ジャグラーよりだいぶちょっと狙いの候補と下になってしまうんですけど、まあ、ありかなと。で、過去にバラエティとかも結構入りやすかったりするんで、まあ、その辺も、まあ、最悪っていう感じですかね。そして抽選の方を受けてきたんですが、約100名様くらいですかねの中で、僕の番号が59番ということだったんで、これちょっとさすがに皆さんもやっぱりジャグラーを狙う方もう分かってらっしゃると思うんで、マイファイブに関してはきついかもしれないですが、そのまたぎの、まあ、例えばファンキーであったりアイムっていうところは取れる可能性はまああるんで、まあ、まずはそこを狙っていって、まあ、取れなければちょっと店内を見てっていう感じになるかなと思います。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、ばらけてくれていればなんですけど、あ、まあ、バラエティ行く人もちらほらで、あ、やっぱカバネリもハーデスもやっぱ埋まる、北斗も埋まってる。で、まあここもそうか。うわー、マジか、取れない。いやー、ファンキーギリギリですね。いやー、ちょっとできればもうちょっと奥を取りたかったんですが、そのマイジャグとの打ち角といいますか、1、2、3、4、5番目になっちゃいましたが、まあしょうがないですね。
これからスタートします。ファンキージャグラー2は全6台あるんですが、まあ、僕を含め全員子役をカウントされながらという感じですね。やっぱり設定意識されている方がもう大半と、まあ、またぎ狙いではあるんですが、まあ、ここノーチャンスではないと。で、まあ、最悪、まあ、過去に傾向はないんですが、またファンキーとハッピー、まあ、これハッピー側なんですよね、またぎでいうと。まあ、また2連続っていう可能性も、まあ、今まではないんですが、そういうのをまあ今回やってくる可能性もゼロではないんでね、まあ、あとは一応単品というところも含めっていうところですね。なので、まあ、単品で見つつも、そして並びを意識して設定判別をしていくというところで当たりました。30ゲームで単独のレギュラーボーナスですね、投資2本です。ファンキージャグラー2の、まあ、スペックなんですけど、ビッグ変更型ではありますが、まあ、それでも、まあ、マイジャグラー5とかほどではないですが、単独レギュラー確率に設定差は設けられていますと。で、設定1で636分の1に対して設定6で360分の1ぐらいなんで、まあ、まず最初に単独レギュラー一発引けたっていうのは、まあ、プラス要素ではありますね。であとはしっかり、まあ、ボーナスを見ていくっていうのと、武道確率ですね、まあ、早い段階ではそこまでのサンプル不足の段階ではそこまで信用はできないですが、やっぱりプライベートとかでもファンキー打った時、最終的にやっぱ 5.6、5.7 ぐらいには高設定だなと思える時は落ち着いてくるんで、まあ、それぐらいを目安にっていうところですね。140ゲームです。単独のレギュラーボーナス、これで2回目ですね。で、持ちコイン飲まれて追加投資してますので、総投資が3本です。75ゲームです。持ちコインでつながりましたね。単独のビッグボーナスです。241ゲームです。単独のビッグボーナスですね。総投資が追加投資して5本です。ファンキージャグラー2でいうと、僕ちょっと前にプライベートで設定6、まあ、推定6にはなりますが、積もる機会がありまして、まあ、積もれたんですけど、その時は、まあ、6分の1で設定6投入という、まあ各機種に1台6投入ですよみたいな内容だったんですけれども、まあ、それで積もることができたんですが、その時の、まあ、挙動といいますかが、朝一ポンポンポンと当たったんですね。4、5連ぐらいしたのかな、100ゲーム以内に。でそこからは、まあ、100分の1ぐらいでちょっと推移して、でその後800ぐらいハマったんですよね。で良かった合算も一気に、まあ下がって低設定以下っていうぐらいになってきたんですが、でそれでもまあ折ったんですが、まあ、理由としては周りに他の5台、まあ、6分の1っていう状況ですから、他の5台も全然良くなかった。むしろ僕の台がまだボーナス一番ついてきて、もう皆さん見切られてもいってる方が大半だったという状況だったんで、まあ、可能性があるとしたら僕の台かなっていう感じにはなってたんで、まあ、800ハマっても打ち続けたんですよ。で結果的に100何分の1だったか、20分の1ぐらい、110何分の1かなぐらいで、まあ、3000枚以上出てくれたんですけど、それぐらいやっぱり序盤とか難しい機種の部類ではあると思うんですよ。ジャグラーシリーズの中でも比較的、まあ、暴れやすいと言いますか、まあ、特に設定5とかならなおさらだと思うんですよ。これファンキー2のスペックの特徴として、まあ、ビッグ変更型以外に設定6と設定5、これの合算が相当差あるんですよ。6が119分の1に対して5が133分の1、結構な開きがあるんで、だから5ってね、なかなか難しい、判別も含めてかなり相当難しいなとは思うんですけど、なので、まあ、今日のような状況、
並びとか5も入ってる状況であればこういった並びで5、6、まあ、今日で言ったら6台並びっていうところとかを狙うのがまあ一番こう狙いやすいというか判別も周りの状況も含めて加味してね判別できるんで、そういうのがファンキーは狙いやすいかなとは思いますね。アイムが開いた。いやどうだろうな、こっちよりは可能性あると思うねんな。移動しますか。ちょっとこっち弱いっすもんね。いやでもどうかな、ちょっと一旦ですね、まあ、僕が打っている台は661ゲームで 2-2165分の1、まあ、単独2回も引いてるんで、まあ、悪くはないんですけど、隣近所はまあ特に強いというわけではないんですよね。435ゲーム1-0で729ゲーム2-2でもうやめられるという感じですね。で815ゲーム2-2203分の1で658ゲーム2-2っていうところで、まあ、このファンキーを見るとそこまで強くないという中で、まあ、まだねこのジャグラーシリーズで強めの箇所っていうのは見えてないんですけど、アイムの打ち方が 4-5、61分の1、相当いいんですよ。で 5-2、82分の1で 5-0 なんですけど99分の1なんですよ。でこの台が今相手702ゲーム2-0でお隣が806ゲーム2-2、まあこれもよくはないんですけど、でお隣が、4-1ですね。で152分の1で、そのお隣は、まあ、むちゃくちゃいいと3-4の60分の1。あー、ただこれマイファイブのまたぎとかって考えると、まマイファイブは良さそうではないんですよね、こちら側の内側は。ただちょっとね他見えてなく、ファンキーがちょっと弱めで強い台がアイムにあるって考えたら、こちらの方が現時点では可能性としてはありそうなんですよね。ちょっと悩ましいですけど、まあ、移動します。アイムは全7台ありまして、まあ、僕が打っているのはマイ5の内角から数えて4番目っていう感じですね。ただマイ5はあまりよろしくはなさそうなんで、あるとすればこれもしかしたらアイムにボンって入ってる可能性もっていう感じなんですよね。ちょっとまたぎで強そうなとこが今見られないんで、今日は違う入れ方をしている可能性もあるかなという感じはします。まあね、まだ序盤なんでわからないですけれども、わかりました。399ゲームですね。で、追加投資は総投資が4、6本ですね。233ゲームです。単独のビッグボーナスです。総投資が10本です。あ、レインボーですね。16ゲームです。チェリー重複のプレミアムなのでビッグボーナスです。232ゲームです。単独のビッグボーナスです。今僕の台はもうすぐ1400ゲームというところで、ビッグ5のレギュラーが1位、まあ、未だに全然良くはないんですけど、で右の台が1153ゲームで 11-0、まあ、だいぶビッグに寄ってるんですが合算はいいと。でそのお隣のアイムが 5-6113分の1、でそのお隣のアイムも 7-8 で100分の1余裕で切ってるんですよね。でずっと悪かったそのお隣のマイ5がちょっと上がってきてるんですね。7-5、そしてその横角2に関しては4-2弱いんですよ。あで角3マイジャグラス5の3つ目が、まあ、またこれも上がってきてるというところで、まあその角2マイ5の角2さえ目をつぶればアイム3台マイ5 3台のまたぎっていうことになりうる可能性もあるんですよね。
だとすればこの台は違うっていうことになるんですが、189ゲームで単独のレギュラーボーナスです。まあ、ちょっともうちょっと様子を見て、もう3台3台のまたぎが来そうなようになってくるようであれば、もうこれはやめようと思うんですけど、13ゲームです。サキペカの単独のレギュラーボーナスです。ちょっと待って、600ハマリは100分の1と9の9やから、まだただマイ5がまたちょっと元気なくなってきましたよね。違うのかな、なんかファンキーが上がってきてる台はあるんですけど、ただまあやっぱ弱い台もあってっていう、ちょっとマイ5も見ます。地下道は未だにいいけど、カードには弱い。あでもレギュラーがこの辺続いてきだしたんだな。でもいやどうかな、むずいな。ちょっと今お昼休憩をいただきまして、ちょっとまた状況が変わってきたというところで、マイジャグラー5、まあ、またぎのところですね、アイムとが伸びてはきてたんですけれども、現状またちょっと落ち着いてきているというか、足りてはないんですよね。でアイムも1台今600とかハマってちょっと足りなくなってきているっていう中で、若干マイジャグラー5のこちら側がまあ悪い台もあるんですけど、なんかちょっとレギュラーがついてきてるっていうところもあったり、ファンキーで上がってきている台もあったりで、さらにちょっと難しくなってきたといいますか、ここに来てまた状況が把握が難しくなってきているんで、ちょっともうちょっと一旦ジャグラーシーズンもう一回見て、さらに AT 機も見てからちょっとどうするか考えます。ちょっとこれは難しいな。はい、この台は1556ゲームビッグ5のレギュラーが3と、まあ打ち始めた状態が良くはなかったんですが、そこからも上がってこずという中で、まあ今 AT 機たなもんちょっと見てたんですけど、その間に、僕の右から2つ隣のアイム今700ハマリでやめられていきましたね。で、マイジャグラー5に関しても内角に、まあ、おそらくお連れ様で歌えてたんですが、その方たちが今一気にやめられたというところで、ちょっとここ打てなくなってきてしまったんですよ。ただやっぱね、9の9とかアイムいい台はあるんですけど、それでもちょっと他にも今可能性が出てきてるって以上、これを打ち続けるのは厳しいかなと。で正直むちゃくちゃ今難しくはなってるんで、またどこかで滑り込める可能性もあると思うんで、この台は一旦ここでやめたいと思います。はい、このバジリスク絆なんですけれども、現在トータルゲーム数が312ゲームにするという台です。今現状他に高設定狙いで攻めれそうな台もないので、まあ、期待値ある台、まあ、期待値稼働というところで天井狙いで打っていきたいと思います。はい、234ゲーム長考中のチャンスリプレイですね。総投資に、追加投資まで13本です。はい、強チェリーからですね、275ゲームです。総投資18本。はい、総投資18本です。天井 BC の赤同色ですね。LED は黄色です。レア役などは引けず、あでも赤いですね。わあ、ダメなのか。いやーきついですね。はい、この台は BT 入らずというところでやめます。はい、このスマスロ北斗なんですけれども、現在727ゲームでやめられている台ですので、この台天井狙いで打ってきます。もしかしたら天国に上がっての強チェか、あすいません、強水化かもしれないですね。これでカドチェ、あでかいババで、まあ、天国資産なんで、どうですかね、弱スイカ2回で、その前にチャンス目も2回引いてて、で上がっての
強水化で当たってる可能性もあるかなというところ。強水化では当たらずですね。あ、キャラリンフラッシュ、これ当たってますよね。外したことないですけど、点もう強水化の分は終わってるんですが、あ、エイリアン出ましたね。なんで天国中の謎当たりになるんですかね。強水化引いては何も引いてないんですけど、まあ、プレミアムでっていう当たりました。822ゲームですね。総投資が21本です。はい、赤7でオーラの色白です。もう止まってます。第3セット292枚で終了です。復活はなしと。天国だけ少し確認してやめます。はい、このファンキージャグラー2なんですけれども、現在6087ゲームでビッグ23のレギュラーが20で合成が141分の1とで、レギュラーに関しては約設定5の近似値ぐらいという台で、まあ、今までずっと、ジャグラーシリーズの並びっていうところは探してきまして、まあ、もうおそらくここだと思うんですね。このファンキージャグラー2とマイジャグラー5のまたぎです。でファンキー1台とまたいでマイジャグラー5、4台は、まあ、もうおそらく当たりだと思うんですね。でラスト1台6台並びっていうところで、ラスト1台が向こう側の、マイジャグラー5かもしくはこの台になるんですけど、向こう側のマイジャグラー5はビッグはまあぼちぼちついてきていて、レギュラーに関してはまあ400分の1 500分の1ぐらいとよくないんですよ。なのであるとすればまだこちらの方がどちらかというと現時点では可能性があるかなというところで、まあ、6台並び狙いで打っていきたいと思います。やりました。268ゲームです。単独のレギュラーボーナスです。でちょっとすいません、持ちメダルがスマスロから持ってきたメダル、これは使えるみたいなんで、ちょっとそれ分からなく知らなくて1本追加投資してしまったんで、総投資が22本です。15ゲームでサキペカです。で単独のレギュラーボーナスです。持ちメダルです。47ゲームです。単独のビッグボーナスです。11ゲームです。単独のレギュラーボーナスです。これで早くも3回目ですね。115ゲームで単独のレギュラーボーナスです。これで足りたか。これでレギュラー確率が264分の1なんで、もうほぼ6の近似値まで来ましたね。なので6の可能性まで見えてきたという感じなんで、まあ、最後ね、まあ、レギュラーもそうですがビッグもしっかりとついてこれば出玉面も伸びてくると思うんで、まあ、それに期待してっていう感じですね。89ゲームです。単独、まあ、ブドウですね。単独のレギュラーボーナスです。5回目です。やめられましたね、こちら側の天秤にかけていたマイジャグラー5が6391件ビッグ23のレギュラーが19と、まあ、レギュラー良くはなってるんですが、それでもまあ336分の1と高設定行きまでには達してないというところなんで、うん、まあこう考えてもやはり僕のファンキージャグラー2が当たりなのかなと。だからマイジャグラー5、4台とファンキー2、2台という感じかなと思いますので、引き続き打っていきます。
で、まあ、当たり箇所の1箇所は、まあ、僕が今売っているジャグラー、まあ、ファンキーとマイファイブで、で他のところなんですけど、まあ、もう2箇所はあるというところで、あと1箇所ここですね、バラエティのモン、モンキーターンからエヴァまでの計6台ですね。で最後1箇所が、まあ、ちょっとねなかなか見えづらかったという部分はあるんですが、まあ、おそらくここかなという感じにはなるんですが、スマスロのニャンコ大戦争から、バルブレイブ2台4台かなと思います。まあここしかちょっと考えられないかなという感じですね。というわけで、まあ、残り時間いける限りファンキージャグラー2回していきたいなと思います。持ちメダルが飲まれました。なのでスマスロ北斗で得たメダルを使っていきます。いや出足はねポンポンポンと当たってくれたんですが、まあ、ちょっとレギュラーによって、まあ、未だにビッグ1回しか引けてないんでちょっとメダルがついてこずという感じですね。410ゲーム、サキペカ単独のビッグボーナスです。19ゲームです。単独のビッグボーナスです。447ゲームです。単独のレギュラーボーナスです。21ゲームです。単独のビッグボーナスです。42ゲームです。単独のレギュラーボーナスです。36ゲームです。単独のビッグボーナスです。45ゲームです。プレミアムでビッグボーナスです。11ゲーム、これでようやくチェリー重複ですね。チェリー重複のレギュラーボーナスです。349ゲームです。で単独のレギュラーボーナスです。今自身で約2000ゲーム回してきました。でビッグ6のレギュラーが9、うち単独レギュラー8というところで、まあ、単独レギュラーも文句なしに設定6の実戦値を振り切ってるんですけれども、今時刻が21時半というところですね。ちょっと出玉面がついてこない。やっぱりちょっとビッグがね、まあ、今1対1なんで自身で打ち始めてからちょっとビッグの引き弱というところもあるんで、まあ、まあこればっかりはしょうがないんですけれども、ただまあ残り1時間なんとかねまくって逆転してプラスにしてやっぱ終えたいという気持ちは強いんで、まあなんとかできればなという感じなんですけど、取りました。181ゲームです。単独のレギュラーボーナスです。224ゲームです。チェリー重複のビッグボーナスです。ようやく初チェリー重複ビッグです。
56ゲームピックです。115ゲームです。単独のレギュラーボーナスです。早い。3ゲームです。単独のレギュラーボーナスです。125ゲームです。単独のビッグボーナスです。119ゲーム先っぺかのチェリー重複のビッグボーナスです。まあ、時間的にももうあと回せて100ゲームくらいっていう感じですね。はい、まもなく閉店の時間となりますので、ここで実戦終了となります。最終結果、そして、まあ、このデータの方っていうのはエンディングでまとめて発表したいなと思います。ここで実戦終了します。お疲れ様でした。スマスロの分と合わせて837枚でした。お疲れ様でした。実戦終了いたしました。まず本日の結果の方なんですけれども、投資が1012枚に対しまして回収が836枚だったので、3枚がマイナスの176枚でした。で、ファンキージャグラー2の、まあ、最終データの方なんですけれども、6087ゲーム23の20から打ち始めまして、最終8856ゲームの、ビッグ33、レギュラーが32で、合成が136分の1と、で単独レギュラーなんですが、自身で11回引くことができました。でこれが251分の1なんで、まあ、設定6の実践値をはるかにぶっちぎっている数字と、ただまあ武道確率に関しては 5.8 分の1というところで、まあ、よろしくはなかったんですけれども、まあ、総じて言うと、まあ、5、6の並びというところなんで、まあレギュラー確率に関しては本当6の近似値、自身でも単独レギュラーしっかり引けてたんで、まあ、ビッグの引き弱の6っていう可能性も、まあ、十二分にあったかなとは思います。で本日の振り返りとしては、まあ第一候補としてジャグラーシリーズのマタギというところを、まあ、特にファンキーマイファイブ、そしてアイムマイファイブというところを挙げていまして、まあ朝一に関してはちょっと抽選が悪かったので、そこは取れず別の可能性を負ったんですけれども、まあ、結果的にそこが当たりで、まあ朝一は積もれなかったけれども、後積もという形で最終的にはたどり着くことができたんで、まあ、狙いというところも、まあ、間違っては、まあ、正解だったと思いますし、まあ、最終的にたどり着けたことに関しては良かったと思うので、まあやりきれたんじゃないかなとは思います。ただね、やっぱりそのちょっとビッグ引き負けというところで若干の3枚マイナスということになってしまったんで、ここに関してはまあちょっと悔しいんでね、また次回リベンジしたいなと思います。次回以降も勝ちにつながる立ち回りをお見せできればと思いますので、引き続きご視聴のほどよろしくお願いいたします。